死ぬ気に行った。面白いぞ、連れて行こうか。だって僕は鉄砲がないもの。バーカ、お前に鉄砲が撃てるものか。ただ見物に行くのだ。僕はこの時やっと10人鹿狩りどころかスズメ一つ撃つことはできない。しかし鹿狩りの面白いことは聞いているから、お供をすることにした。おっかさんは危なかろうと止めにかかったが、おとっさんが、勇壮活発の気を養うためだ、行けとおっしゃった。12月3日の夜、10人ほど集まった。子供は僕一人だけ。ハンジさんや軍長さんもいた。みんな粗末で丈夫そうな服にわらじキャハン、鉄砲を天手に持って、いろんな帽子をかぶった異様な風景で、まるで山賊のようだ。今井のおじさんが太い声で笑いながら怒鳴った。港までみんな天手に喋って、ずいぶんやかましかった。大概は寮の話で、手柄話かしくじり話であった。今井のおじさんが一番面白くみんなを笑わした。みんなが笑わない時には自分一人で大声で笑った。小一里も行くと港に着いた。船頭がもう支度をして待っていた。鳩場から船を出すとすぐ帆を張った。風の具合がいいので心持ちよく走った。空の星も数えられるばかりに鮮やかに、へさきで水を切っていく先は波暗く島黒く、僕はこの晩のことを忘れることができない。酒が始まった。またも寮の話で面白いと思って聞いていたが、いつしか寝てしまった。夢ともうつつともなく、船旗を叩く水の音の柔らかなささやくようなのを聞く心地よさ。時々目を開けると円座を組んでおじさんたちは愉快にやってござる。よって船旗にもたれ、うつらうつら眠っているものもある。相変わらず元気のいいのが今井のおじさんで、君の鉄砲なら一つで外れたらすぐ後の一つで撃つことができるが、僕のはそういかないから困る。なーに、当たるやつなら一発で当たるからな。と笑ったようなのをかすかに覚えている。徳さん、徳さんと太い手が僕の肩を揺さぶった。おじさんだ。起きた起きた、着いたぞ。さあ起きた。目をこすりこすり起きてみると、釜のような月が見えた。暗い中に波の音ばかり、刺すような寒さに月の光も凍るよう。船はだんだん磯に近づき上陸した。夜が明けるまで漁師の家で休息することにして、一同はその筒を下ろすなど、かれこれくつろいで東の白むのを待った。僕は炉のそばに寝そべっていた。茶碗酒をくびくびやっているものもあった。しかし今井のおじさんはさすがにくたぶれてか、ぐうぐう眠ってしまった。炉の火がその油ぎった顔を赤く照らしている。やがて外がだんだん明るくなってきた。人々はそわそわし始めた。ただ今井のおじさんは前後不覚の体である。出てみると外は清浄たる海辺で、イワシが吊るして一面に干してある。山のくぼみには畑があった。他は草ばかり、ところどころに松が突っ立っている。風の清いこと寒いこと、月の光の遠いこと、空の色の高いこと、僕はきっと今日は鹿が取れると思った。徳さん、おじさんを起こしてくれと呼ぶ。見るとみんな出発に取り掛かっていたが、おじさんばかり高いびきで寝ている。おじさん、おじさん、なかなか起きない。髪の毛を引っ張ってやっと起こした。この子はひどいことをすると言いながら大あくびをして、さあさあ、一番槍の巧妙を拙者がつかまつる。進軍だ進軍だとわめいて真っ先に飛び出した。僕もすぐその後に続いた。
つま先上がりの小道を斜めに上がり、登り詰めたところが岬。そこで漁師を待つのである。朝日が昇って辺りは霞に包まれ、海の果ては遠く太平洋に連なり、水平線に雲一つない。四国が波の上に鮮やかに見える。焚き火をして待っていると、たくましい猟犬が突っ飛ばかり、そして6人の漁師が異様ななりで登ってくる。これこそ本当の山賊らしかった。鉄砲は旧式で粗末だが熟練の腕だ。地理にも詳しく、犬を使うのにも長けている。何もかも漁師の言うことに従わねばならんぞ。とその時、犬が漁場に駆け込んだ。たちまち激しく吠える。さあ、ほら出た、あそこを見ろ。どうだ、鹿だろう。どうだどうだ、うん、早い早い。見ると、朝日輝く山の葉を一匹の鹿が勢いよく向こうへ走る。あとを2匹の犬、吠えながら追っていく。今に見ろ、あの鹿を撃ってみせるから。逃げてしまったからもうダメだ。どこへ逃げられるものか。向こうへも漁師が回っている。海の方へは逃げられないし、里の方には高い石の壁が築いてあって、畑の荒らされないようにしてあるから、その方へ逃げることもできない。鹿の通う道は漁師に知れている。犬が駆り出してくるのをここで待っていればきっと来る。今に見ろ見ろ。草やぶをかき分け踏み分け、やっとの思いで本陣を据えた。今に見ろ、ここらに鹿が逃げてくるから。とおじさんは得意の笑みを浅黒い顔にみなぎらして、鉄砲を構え耳を立てる。僕は向こうの丘、こちらの谷を眺めて鹿の来るのを待った。日はうららかに輝き、風はそよと吹き、小やぶが怪しげにざわついた。その度ごとに僕は目を丸くし、おじさんは銃を持ち直した。と遠くで吠える犬の声。おい徳さん、今筒の音がしたようだ。あの松のところへ行ってみなさい。もう取れているかもしれない。行ってみた。果たして一頭の鹿が松の枝に吊り下げてあった。角のない小さい鹿で弾を受けていた。僕は気の毒に思った。その柔和な顔つきの、まだ生き生きしてかわいそうでならなかった。と小やぶを分けてきた漁師、僕を見て、ボン様、今に馬のようなのが取れますぞ。まだ取れるだろうか。まだまだ、今日は10匹は取れますぞ。谷の方で呼び子の笛が鳴ると、漁師はすぐに行ってしまった。どうだ、取れていたか。だろう、今に見ろ、ここで大きなやつを撃ってみせるから。とその時、突然向こうで筒の音、白い煙、続け玉に2発3発犬が激しく吠えた。そらそら、海よ海よ、見ろ海よ、とおじさん踊り上がって叫んだ。なるほど、しきりに海を泳ぐものがある。小筆が一層一発打ち出す筒音に、泳いでいたのが見えなくなった。今のは太そうなやつだな。うまいうまい。おじさん独り言を言って上機嫌である。かれこれするうちに昼時分になったが、鹿らしいものも来ない。徳さん、腹が減ったか。減った。弁当をやらかそうか。二人草の上に足を投げ出して食い始めた。僕はこの時ほどうまく弁当を食ったことは今までにない。おじさんはひょうたんを取り出して、さもうまそうに舌打ちして飲んでござった。これで俺が一つ打つと、一層酒がうまいが、今に見ろ、大きなやつを打ってみせるぞ。ひょうたんを振ってみて、その時のに残しておこうか。さて、弁当を食いしまって、おじさんはそこにごろりと横になった。この時はちょうど午後1時ごろ、冬ながら南方温暖の小春日和。うらうらと照る日は心も溶けそうに生暖か。日の光、そよ吹く風、海の波穏やかな色は、雲なき大空の色と相映して早々ぼうぼう。美しい景色にうっとりとしていたが、いつしかまぶたが重く、
見るとおじさんは酒が回ったかぐうぐうといびきをかいていた。この時小やぶを分けて近づく。見るとすぐそこの小やぶの上に枝のある大きな角。鹿だ。どうしよう。おじさんを起こせばきっと大きな声を出す。鹿が逃げてしまう。僕は思わず立てかけてあった筒をそっと取った。鹿は気づかぬらしく、やぶの陰を静かに歩いて近づいてきた。手を伸ばせば土先が届きそう。やぶの陰でよく見えないが非常な大力らしい。ワクワクしてきた。なぜおじさんを起こさなかったと悔やんだが、もう遅い。僕は震えてに力を入れて引き金を引いた。ズドーンとともに僕自身が後ろに倒れた。おじさんが飛び起きた。なんだなんだ、どうした。僕は小藪の中に飛び込んだ。おじさんも続いて飛び込んだ。うっただーとおじさんは鹿を一目見て叫んだ。そしてなんとも形容ものしようのない妙な笑いを目元に浮かべて僕に抱きついた。そして目の内には涙を浮かべていた。この日は漁師が言ったほどではなかったが、6頭の鹿を得てまず大量。そして僕の撃った鹿が一番大きかった。おじさんは帰り道、僕をそばから離さないでむやみに僕の冒険を褒めた。その途中、ハンジさんが谷川の岩の上に止まっていた小さな真っ黒な鳥を撃った。ハンジさんは何か小声でおじさんに言うと、おじさんは真面目な顔をしてありがとうとその鳥を受け取った。僕は何のことだかわからなかった。その後、二月ばかり、僕は毎日のように今井のおじさんの家に遊びに行って、鳥打ちにはきっとお供をした。ある日、僕のお父さんが外から帰ってきて、今井の哲也さんが鉄砲腹をやった。とおっしゃって、おっかさんをはじめ僕もびっくりした。哲也さんというのは、今井のおじさんの一人子で、不幸にも四五年前から気が違っていた。哲也さんは21で、おじさんのためには行く末の望みであった。その望みが全くなくなったがために、ほとんどやけを起こして、酒も飲めば有料にも吹ける。おじさんまでが気違いじみた風になられた。それで僕のお父さんをはじめ、みんな大変に気の毒に思っていたのである。ところが、突然哲也さんが鉄砲で自分の腹を撃って死んでしまった。これまでに気違いの治るという薬は何でも試みて、峠の谷で打った岩ガラスもその薬であった。それが今は無残の最後を遂げて、もうおじさんの望みは全く絶えてしまった。僕は一月ばかりおじさんのところに行かなかった。おじさんの顔を見るのが気の毒さに。そうするとある日、僕が学校から帰ってみると、今井のおじさんが来ていて、奥の座敷で何か話をしてござった。その夜、お父さんとおっかさんが大変真面目な顔をして、兄さんと何かこそこそ相談をしたようであった。そして僕は今井に養子にもらわれた。今井のおじさんが僕のお父さんになった。僕はその後幾度もお供をして寮に行ったが、岩ガラスを見つけるとそっと石を拾っておった。お父さんが見ると機嫌を悪くするから。人のいい、優しい、そして勇気のある豪胆な、義理の固い、情け深い、そして気の毒な今井のお父さんが亡くなってから13年期に今年が当たる。よって記念のために子供の時の鹿狩りの話をしました。明治31年8月、国木田独歩作。